毎日いるわけじゃないんで、もう来るときは楽しみですね。幻を見ました。なかなか食べられない幻のグルメを千葉県で大追跡。ついに見つけた幻グルメの正体とは。あったあった。確かに見つけました。やっと見つけました。幻。噂検証人、千葉になかなか食べられない幻の名店があるらしい。さあ、まずは大網にやってきました。今回はですね、なかなか食べられないということで、しかも幻を自ら豪語している名店だそうです。早速駅前でリサーチ。なかなか食べられない名店を探してるんですけれども、どこかご存じないでしょうか。それは花キッチン、花キッチン。しかし、教えられた場所に来てみたものの、キョロ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 こう見渡しても、全然こうお店らしき建物はありませんし、いないんですよ、人が。もしや、道を間違えたか？とその時、お母さん発見。ようやく人発見。花キッチンっていうお店ご存知ですか？ほら、白い屋根、ね、なんでしょう、壁の、はい、あちらはそうですよ、白い壁の、え、普通の家っぽいが、これが本当にお店なの？壁、わかりますか？白の壁に花キッチンって書いてますけど、いやでも、ここからどう見ても普通のご自宅ですね。幻の名店と教えられたのは普通の自宅。看板はあるが半信半疑で。こちらは花キッチンというお店で合ってるんですかね。やっぱりここだったが、ちょっと門が閉まってるんで。定休日なんですよ。ちょっと、定休日。詳しく話を聞いてみると、いつ来たら空いてるんですか？木金土日ですね。週4日のみ。そこで営業日に再度訪問。一見洋食屋さんか喫茶店のようだが。あ、どうもこんにちは。いらっしゃいませ。本当にお客さんがいるじゃないですか。相当アットホームな雰囲気ですね、これ。あ、これはラーメンですよね。ラーメンです。え、ラーメン店。知らない人は絶対にたどり着けない場所と、外観にもかかわらず店内は満席。しかも女性お一人様の姿も目立つ人気店。1ヶ月に2回くらいのペースでは来てます。1週間に1回ぐらい来ます。こちらご主人の成清さん。無農薬無添加にこだわるラーメンは絶品。そんな中、一番のおすすめが。夏限定で冷たいお蕎麦があるんですけれども。いいですね。この後出てきたラーメンにびっくり。来ますね。はい、夏の定番花キッチン一番人気です。来ました。こちらです。トマトが上に、ほら、もうこんなラーメン見たことないですよ。みずみずしいトマトが涼を呼ぶパスタのような冷やしラーメン。使用するのは地元の朝どれ無農薬トマト。特製の醤油だれに細かく刻んだトマトと自家製チャーシュー、麺も一緒に入れさっと和える。トマトとチャーシューのうまみがタレに溶け出す絶品の味。マイクを箸に持ち替えていただきます。崩しますね。うわ、トマトがこうほぐれていきます。ラーメンなのでズルズルと。トマト甘いっすね。はい、トマトが苦手なお子さんでも、うちのトマトだと食べれちゃうって。醤油ベースにチャーシューの油分が溶け出て、そしてトマトのエキスがよく絡む。これは美味しい。この時期限定とあって、大人にも子供にも大人気。夏楽しみにしてるメニューなので、来るたびいただいてます。はい、花キッチンのトマトの麺を食べたいと思ってここへ来たんですよ。
大神のお箸も止まらない。うーん、美味しかった。見つけにくく営業も週4日だけのここが幻を豪語するお店なのか。お休みは多いですけれども幻ではありません。ここではなかった。続いて九十九里浜の南に位置するいすみ市にも幻のお店情報が。早速聞き込み開始。すると、いい感じの海の家の男って感じですねこれ。ありがとうございます。どうぞ。もうちょっとマイクを奪われそうな感じですけど、いやいやいや、なかなか食べられない名店を探してるんですけれども。聞いたことないな。聞いたことないですか。うん、それね。しかしここで有力情報が。あの、我々今なかなか食べられないグルメっていうのを探してまして、フォルノって言うんですよ。フォルノ、ええ、ここにあったんです。え、2週間前。え、じゃあもう潰れちゃったってこと。店があったとは思えないようなそんなスペースですけど。そう、赤い店。これかもうちょっと濃い赤。赤いお店。さらに波の頼りに聞くと、ええ、四街道の方じゃないかなと。お、つまり移転したってこと。しかも千葉県各地で目撃情報が。と次の瞬間、あれ、ちょっと待ってください。これスーパーに大きな車止まってるんですけど大丈夫ですかね。煙が出てますよ。なんと赤い車の屋根から煙が。もしかして火事と思ったら、あ、ちょっと、うわ、こういうことですか。一体どういうこと。いや、でも窯ですよ。うわ、すごいなこれ。車の中に燃え盛る石窯が。これは一体何。車の持ち主を直撃。窯で、はい、何してるんですか。移動販売でピザを石窯で焼いております。ってことは四街道で飲食店で、しかも赤い車、はい、2、3週間ほど前にいすみ市、はい、そこで売ってましたか。そこで、はい、販売しておりました。ついにお店を発見。こちら車内の石窯で焼く本格ピザの移動販売店。進出鬼没ながらも今や千葉の名物。初めびっくりしましたよ。車の中で火炊いてるんですからね。毎日いるわけじゃないんで、もう来るときは楽しみですね。今から4年前、車の中に窯を設置して営業開始。本格ピザにこだわったのはいいが、今の時期は地獄。うわ、熱っ。一気に温度変わりましたよ、これ。うわー、そりゃ熱いわけだ。これ半端ではないですね。なんと車内の温度は50度。うわ、涼しい。めちゃくちゃ涼しいですよ、外が。で、注文したのは期間限定のこれ。薄く伸ばした生地にトマトソースとモッツァレラチーズを乗せ、石窯の中へ。あっという間にチーズはグツグツ。生地には焼き色が。生ハム、ベビーリーフ、ルッコラをたっぷり乗せれば完成。はい。わー、これは彩り豊か。これが期間限定のプロシュートとルッコラ。はい。イタリアではマルゲリータと並ぶ定番の一枚。早速豪快に行きます。うーん、これはうまい。この生地の焼き加減、これは本格的ですね。一気に火を入れますんで、余分な水分を逃がさないので、外がカリッとして中はもっちりした感じが。このルッコラの苦味もありながら、さらにこの生ハムのちょっと塩加減が効いた大人の味に仕上がってる。進出鬼没の移動販売は出会わなければ食べられない。つまりここが我々が探している幻と豪語するお店に違いない。しかし、いつもどこかで販売してますんで幻じゃないと思います。ここでもなかった。そしてついに
幻のお店が柏にあるという有力情報をゲット。なかなか食べられない幻の名店で幻のグルメがいただけるだなんていうのを探してて、幻書いてある。そういえば今思い出した、誰でも寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、食べてらっしゃいはないみたい。なかなか食べられないですね。つまりそう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 。すると次の瞬間、あったあった。いや、こういうことだったんですね。ほら、これ確かに見つけました。やっと見つけました、幻のそば。幻のそば。早速お店の中へ。ところが、あ、こんにちは。驚きましたよ。はい、本当に幻なんですか。幻です。ぜひいただきたいんですけれども。申し訳ないんですけども、予約制なので予約いただけますでしょうか。え、おそばで予約制。そこでこの日の夜、特別に予約させてもらうことに。というわけで夜7時、お、のれんがかかってますよ。これ昼間来た時にはこれなかったですから。果たして幻のそばの正体とは。ところが、早速そばをね、こう注文したいんですけれども、カウンターの席にメニューが全然なくて、壁にもかかってないんですよね。あれ、おかみさん、メニューってないんですかね。はい、ありません。ないんですか。一品だけなんです。なんとメニューは一品のみ。早速準備をするおかみさん、そこで出てきたお皿にまたびっくり。お、あれ、はい、お、え、そばじゃないんですか。そば懐石になっておりますので。そう、メニューはそば懐石。まずは小鉢が9皿も。いや、これは嬉しいな。おそばが出てくると思ってたら、こんなにもたくさんの品数。これは何ですか。これこれはそばの3番粉で作りましたそば田楽です。そば粉で作った田楽から。うわ、こんな初めて食べた。すごいね、濃厚な味噌で甘みが強くって、そば粉の香りっていうのがすごい引き立ってますね。季節の品々に大満足。しかし、これで驚くのはまだ早い。わ、食べてきました。これ天ぷら、はい、続いては季節の山菜と夏野菜の天ぷら。おかみさん自ら山に入り、取ってきた山菜は新鮮そのもの。これは、あ、何ですか。それはつるむらさきです。なかなか聞かない名前ですね。野上、つるむらさきを初体験。あ、なんで、なんかすごいネバネバしますね。結構粘り気のある食べ物なんですよ。大人ですね。大人の味を十分堪能したところで、いよいよ。もうじゃあお蕎麦を出ししてよろしいですか。お願いします。ついに自ら幻と名乗るお蕎麦が登場。はい、お待たせしました。出てきた、これですか。はい、これが幻の蕎麦。はい、そうです。これですよ。出てきたのは少し太めのお蕎麦。一体どこが幻なのか。まずはつゆをつけずに一口。うわぁ、うん、すごい蕎麦の香りが鼻にスーッと抜けてきますね。コシがあって、これだけ蕎麦にもちもち感もあるし、あー、今まで食べたのと全然違います。江戸時代そのまんまの種をそのまんま増やしていってるので。江戸時代そのままの蕎麦。江戸時代の蕎麦とは品種改良以前のもの。現在福島県の山中でほんの少しだけ作られているのです。なんと花も白ではなくピンク。そんな幻の粉で打つ十割そばは香りが強いのが特徴。茹で時間はたったの15秒。これを食べられるのは日本中で福島とここの2県のみ。そばはね、香りと喉越しと歯応えがとっても良かったです。幻を見ました。また来たいです。即ね、100点だね。そんな幻のおそばに野上も。本当にうまいんですよこれ。
蕎麦本来のものの味が生きてるって感じするんですよ。だからね、お世辞抜きで蕎麦でこんな感動したの初めてっていうような、そんな気持ちになってます今。気になるのがお値段はおいくら。はい、お一人様3000円からさせていただいております。この品数で3000円、江戸時代の味がよみがえる、まさに幻の蕎麦だった。